ライジングゼファー福岡は、福岡県福岡市をホームタウンとして、B リーグに所属している、プロバスケットボールチームである。なお、母体である、福岡 BB ボーイズ及び、実質的な前身でもある、福岡レッドファルコンズについてもこの項で解説する。2007から08シーズンにより、ライジング福岡の名称で、BJ リーグに加わり、 BJ リーグ2012から13シーズンに準優勝。2016年に BJ リーグと NBL が統合し、B リーグが発足するとともに、三部相当の B3 リーグに移動した。これに合わせ2016年7月、現在のチーム名に改められた。チーム名、ライジングは、福岡県の太宰府天満宮に祀られ、ライジンと化したという伝説を残す菅原道真と、 上昇を意味する英語のライジングをかけたもので、公募によって決定された。ゼファーは、ギリシア神話における西風の神ゼファーを指し、風神、雷神が揃い踏みになりながら、勝利を呼び込むように、と願いを込めている。毎年1月には、箱崎宮で、必勝祈願を行うのが恒例となっている。2018年6月29日、ロゴの変更を発表。R と、 Z の図形からなる新たなロゴが公開された。ライジングのライジン、ゼファーの風神が雷のように力強く風のような速さで上昇していくイメージを表現している。会場手動のリズムに合わせ声を出してを叩くオーソドックスな応援スタイル。2012から13シーズンはチームのセカンドカラーである赤を基調にし、ライズ・トゥ・ザ・チップの文字があしらわれた。 T シャツを応援グッズとしている。会場 MC はユーロー。オフィシャルチアリーダーはサンズ。2018から19シーズンから試合会場、イベントなどで活動している。2017から18シーズンまではレディアンと福岡チアリーダーがホームゲームに登場していた。ライジング、福岡発足当初は球団直轄であったが最初のシーズンを終えた後に独立し、 RFC プロダクションズ運営となった。アビスパ福岡ホームゲームなど県内の様々なイベントに登場している。B2 リーグで優勝した瞬間に地上へ舞い降りた。雷と風のハーフであり、密かに気化枠でセンターよりのガードポジションを狙っている。福岡県内を拠点に活動。2016年の日本選手権出場をはじめ、4年連続で 予選大会を勝ち上がるとともに日本選手権に出場するなど実績を築いている。2005年、新潟アルビレックスの JBL スーパーリーグだっに伴い福岡県から IT 企業のインテントが中心となって地域密着型クラブチーム福岡レッドファルコンズを設立2005から06シーズンから JBL スーパーリーグに新規参入した。福岡は 高校以下のジュニア世代や社会人のあらゆるカテゴリーにおいて全国優勝を手にしているバスケット王国であり、このことがプロチーム発足へとつながった。九州からのトップリーグ参加は日本リーグレーメーの八幡製鉄所以来となる。レッドファルコンズとは赤いハヤブサという意味で同じ福岡をホームとする。 プロスポーツチームの福岡ソフトバンクホークスやアビスパ福岡からヒントを得て名付けられた。鹿児島県を本拠地とするクラブチームであるレノバ鹿児島のチーム愛称候補には鹿児島レッドファルコンというものもあった。練習拠点は福岡県宗形市のグローバルアリーナ。元日本代表の正治和弘らを遺跡獲得。外国人2名と新人を合わせ選手全員とプロ契約を結んだ。 ヘッドコーチには、地元出身の後藤俊弘が就任したが、開幕前に原田茂に交代した。しかし、母体企業の経営不振に加え地元スポンサーの獲得が難航。選手、スタッフの給与未払いや2000万円の使途不明金も発覚し、経営不安が表面化。社長の自殺未遂にまで及ぶ事態となった。そのため、 全日本総合バスケットボール選手権大会には、選手、スタッフの自費で参加。2006年1月19日、スーパーリーグ後半戦の不参加を表明するとともに、バスケットボール、日本リーグ機構脱退の意向を示した。結果的に、スーパーリーグは14戦全敗、公式戦もオールジャパンにおける境内との1回戦での一勝のみで、チームは解散。 JBL は特例による選手の JBL チームへの受け入れを表明。また、BJ リーグもアーリーチャレンジ選手制度を設けて、選手の救済に当たった。新会社は、船田幸雄社長代行と知人を介して、面識のあった、木村育岡社長を務めるインボイスに支援を求め、木村が会長を務める BJ リーグに転籍を表明、2006から07シーズン以降の参入を、 目指したが、債務がありすぎ、道義的な部分で会社を人任せにはできなかったとの理由から2006年2月10日付で BJ リーグへの参入願いを取り下げた。福岡レッドファルコンズに所属した選手一方、福岡市では地元スポーツマネジメント会社のスポーツコーディネートペサスが中心となって BJ リーグ参戦を表明。 福岡レッドファルコンズ以前より BJ リーグ参入を目指していたが、レッドファルコンズの解散を受け、活動を本格化する。ちなみに、ペサスには、元プロ野球選手の今井優太郎らが所属している。2006年春、元レッドファルコンズの川面剛らによって新たなクラブチーム、福岡 BB ボーイズが設立された。チーム名は、バスケットボールボーイズと、 バスケットバットボーイズをかけてつけられた。2007から08シーズン以降の BJ リーグ参戦を目指し、スポンサーを獲得。元、BJ 選手2名も補強。の自菊兵庫国体にも2名の選手が参加し、福岡県は優勝を果たした。一方で、クラブも大分ヒートデビルズの福岡における、ホームゲームの工業権を獲得し、BJ の前座試合に出場している。 なお、現在のライジング福岡との資本関係は全くない。2006年11月30日、福岡市を本拠地とし、2007から08シーズンの BJ リーグ参戦が決定した。同年12月20日より、チーム名の公募を開始。BB を公募の際に使用する条件とし、候補は、福岡アスピア BB、福岡 BB オーシャンズ、福岡ライジング BB の3つとなった。 2007年1月30日から2月22日まで投票を行い、2月28日に新チーム名が福岡ライジング BB に決定。5月に運営会社、福岡プロバスケットボールクラブ株式会社を設立。親しみやすさや使用するロゴなどを考慮した結果、ライジング福岡を正式なチーム名にした。ゼネラルマネージャーには、山村強成、球団代表には、 タレントの山本花代が就任した。なお、BB ボーイズはチームとしては解散せず、当初は事実上ライジング、福岡参加のアマチュアクラブチームとして引き続き、活動していたが、ライジング福岡に、下部組織 J ・ライシングが結成されたため、その存在が宙に浮いた形になっている。BJ リーグ BB ボーイズの川本、プロテクトによりプロ契約を交わし、 エクスパンションドラフトで2選手、ドラフトで中川和幸ら2選手を指名。このほか、全東京はパッチの中に始発し、全新潟アルビレックス BB の原口誠英や、福岡県出身の加納忠平を獲得した。外国人選手は、ジェフリープライス、マイケルガーデナー、ジョシュペッパーズ、元セネガル代表のドンゴ・ヌジャイと契約。2008年1月には、マイケル・パーカー、 2月には、アーリーチャレンジ制度により、竹ノメイリンと契約。ヘッドコーチは当初、ハウイランダが就任したが、家庭の事情から、開幕前に、カールジョン・ニューマンに交代した。参入所年度は、序盤派に乗れず、ネジャイが負傷により選手登録から外れる事態となった。しかし、ネジャイに代わるセンターとして、東京アパッチより、トレボーン・ブライアントが移籍すると、 八区の勢いで勝ち星を重ね、大分ヒートデビルズをかわして、レギュラーシーズンウエスタンカンファレンス3位に滑り込む。ワイルドカードゲームでは、レギュラーシーズンの勝率で、福岡を2割以上上回る高松ファイブアローズを、下す番狂わせを演じ、ファイナル4に進出した。しかし、ファイナル4では、カンファレンスファイナルと3位決定戦で連敗して4位に、終わった。新社長に、 竹内匠が就任し、山本花代前社長は新設の取締役研究団代表となる。前後を置いたヒートデビルズの三友康平や、新人の石ヶ谷里志らが新加入。シーズン中に中西厚氏とのトレードで、クレイヤ高則が加入。レギュラーシーズンは、ウエスト4位となり、2シーズン連続で、プレーオフまで進むが、カンファレンスセミファイナルで、 ウエスト1位の琉球ゴールデンキングスに敗れ、ファイナル4進出はならなかった。シーズン後に、カール・ジョン・ニューマンがヘッドコーチを退任。山下雄二が新社長に就任し、竹内前社長は専務取締役兼 GM になる。カール・ジョン・ニューマンの後任として、かつてだいぶヒートデビルズを率いた小川忠春が就任した。ウエストイカンファレンス3位となり、 プレーオフに進出したが、カンファレンスセミファイナルで、ウエスト2位の沖縄に敗れる。このシーズンをもって、河面氏が引退。川口健太郎が代表取締役に就任し、山下前社長は相談役に退く。中西敦、志、竹野明林、ナイルマーリーらが加入。ウエストイカンファレンス3位で、プレーオフに進出。ホーム開催のファーストラウンドで、 ウエスト6位のシマネッサのマジックに勝利して、カンファレンスセミファイナルに進出したが、ウエスト2位の大阪エベッサに敗れた。シーズン前に新 GM として、元日本代表コーチで NBA 解説者としても知られる奥野俊一がオーナー代行兼人として就任。前シーズンまでチームの大黒柱だったマイケル・パーカーが対談し、代わって、 NBA チーム在籍経験のあるケビン・パルマーラと契約。シーズン途中の2月8日付で、小川ヘッドコーチを解任、デートリック、茨城 GM であった、金沢厚氏が、新ヘッドコーチに就任した。2012年3月1日付で、奥のオーナー大行権 GM が新社長に就任した。ウエスト5位で、プレーオフに進出したが、ファーストラウンドでウエスト4位のシガレイクスターズに、 破れた。2012年6月30日付で奥野社長が辞任。公認の社長は弁護士の伊藤慎が就任。新オーナーにはリーフラス代表取締役社長の伊藤清隆が就任。経営陣を一新した。2012年10月9日、リーフラス商用事業所に球団事務所を移転。外国人選手が全員入れ替わり、 BJ リーグでの経験が豊富なレジー・オーレン、ジュリアス・アシュビー、ジョシュ・ペッパーズらが加入。シーズン途中に、ジャスティン・ジョンソンを補強。レギュラーシーズンは、開幕3連敗のスタートとなったが、最終的に過去最高の34勝を挙げて、ウエスタン・カンファレンス2位で、プレーオフに進出。カンファレンスセミファイナルで、シマネス・サノーマジックを下し、 BJ リーグ参入初年度の2007から08シーズン以来5シーズンぶりに出場したウエスタイカンファレンスファイナルの京都ハンナリーズ戦は37から37の同点で迎えた第3球に京都のオフェンスをフリースロー1本のわずか1得点に抑え最終スコア83から66で解消ファイナルでは横浜 B コルセアーズに90から101で敗れたが チーム初のリーグ準優勝。球団事務所が南区に移転。新ヘッドコーチに CBA、3ーライオンズなどでの指導歴があるマックタックを迎える。アシスタントコーチには前宮崎、シャイニングサンズヘッドコーチの佐野君と氏が就任。東京サンデーブスを契約満了となった地元福岡出身の青木、公平が加入。外国人選手では、 ウォーレンとアッシュビーが残留、新たにマイケル・デル、セス・ターバート契約。開幕直前にタッカヘッドコーチが家庭の事情により帰国したため、10月5日の高松、ファイブ・アローズとの開幕戦により、佐野アシスタントコーチが試合の指揮を取った。タックは、福岡に戻らず11月15日に契約解除となり、11月19日に佐野が正式に、 ヘッドコーチに就任した。2014年1月25日、カナダのブロック大卒で、ドイツやベルギーなどでコーチを歴任してきた、ジェームス・ダンカンが、新ヘッドコーチに就任。シーズンは5位で、プレーオフに進出したが、ファーストラウンドで4位の浜松、東三河フェニックスに敗れた。伊藤清隆オーナーは、他社で問題を起こした、東京のコンサル会社からの派遣役員と派遣社員の、 全員を解任、球団から追放した。球団事務所を福岡市博多区中洲に移転。2014年9月1日に代表取締役社長に三国直行が取締役より昇格。前社長兼オーナーの伊藤清隆はオーナー業務に専念することになったほか、元球団社長で株式会社アルテクス、代表取締役社長の竹内匠と、 西日本銀行の元代表取締役専務で経営コンサルタントの川辺康春が顧問に就任した。社会貢献イベントやクリニック活動も積極的に行い、福岡各地で実施している。2014年12月22日、成績不振によりジェームス・ダンカンヘッドコーチを解任。 浜中県アシスタントコーチによる監督代行を経て2014年12月29日に東京アパッチレラカムイ北海道ロサンゼルススパークスのヘッドコーチを歴任したジョー・ブライアントのヘッドコーチ就任を発表したジョー・ブライアント HC の就任後の初戦を勝利で飾った1月28日東京アパッチなどでブライアント HC の下で プレー経験のあるジョンハンフリーを補強したが、結果は過去最低の西地区9位に終わったため、ジョー・ブライアントを解任。同時に、オーナーも責任を取り退任し、社長の三国直行にオーナー権を移常した。BJ リーグと NBL が統合して2016から17シーズンに開幕する予定の新リーグ JPBL の加盟申請に必要な支援承諾賞。 福岡県バスケット協会が出さないという通達を受け、6月10日に新リーグ加盟断念のニュースリリースを発表した。しかし、その後も交渉を継続していく中、2万人以上の署名が集まり、タイムリミットの15日に福岡県バスケット協会が支援承諾書をクラブに提出。同日、クラブはタスクフォースの入会審査委員会へ支援承諾書を提出し、 正式に受理されたことで、ライジング福岡の新リーグへの参加が承認された。新 HC に前島根スソのマジック、HC 代行の森山智博が就任。青木公平は継続契約、中西敦氏が再加入した。両名とも福岡で、根強い人気がある。新オーナーには、株式会社セントベーネの吉井森寺社長が就任した。3月4日、 森山 HC との契約を解除。5日6日は和歌山トライアンズアンバサダーの石橋高都氏が短期契約で HC 代行として指揮を取った。3月11日、新 HC としてジョゼップ・クラロスと契約した。シーズン途中、ジョシュ・ペッパーズの負傷欠場もあり苦しい戦いを強いられたものの、8位となり2年ぶりのプレイオフへ進出した。 B リーグ2016から17シーズン新シーズンはセミプロによる3部 B3 リーグに配属。2016年9月7日に B リーグに申請していた B2 リーグ参入に必要な準加盟申請が承認された。2017年5月 B3 リーグファーストステージファイナルステージで優勝。レギュラーシーズンを含めた3ステージを総合した B2。 昇格を決定するための総合順位でも1位となり、B2 の東京エクセレンス、鹿児島レブナイズの B2 ライセンス不交付に伴う特例として、2017から18シーズンの B2 昇格が確定。2017から18シーズン河合隆二が HC に就任。序盤に小林大介が負傷で離脱するアクシデントに見舞われながらも47勝13敗で地区優勝。 プレーオフでは準決勝で、カイイーグルス名古屋2に連勝し、初の B1 昇格が決定した。決勝では、秋田ノーザンハピネッツを相手に、第1戦は落とすものの、第2戦、第3戦は連勝し、B に優勝を果たした。2018から19シーズン2018年3月に、神田康則が新社長に就任。3月9日の就任会見では、ここで実績を残し、 いつかは巨人の社長として呼ばれたい。熊本にも2つあるので本気でどっちかの経営をやってみたいというチームの話題とかけ離れた発言の部分が話題になった。11年チームを支えたチアリーダーの RFC と契約更新をせずオフィシャルダンスボーカルユニット RZ を結成。チームロゴを変更するなど様々な改革に乗り出した。 初の B1 挑戦となった、このシーズンは引き続き河合隆二が HC として指揮を取るが、開幕4節で7連敗を喫しボブナッシュに HC を交代したものの、なかなか浮上のきっかけを見出せず、再開に低迷。一方で、運営面では5億4000万円で年間予算を編成し、広告料や入場料収入で2億6000万円の、 収益を見込んだ上で不足分をオーナーが広告費として支出する資金計画を立てていたもののオーナーからの資金調達が困難となったことで決算期までに約1億8000万円の資金が衝突する可能性が発生これにより JPBL が2019年4月9日に開いた翌シーズンのクラブライセンス資格審査で福岡に付与するライセンスを 解除条件付き B にライセンスとすることを決定。これにより、翌年度は、チーム成績に関係なく、B2 への自動降格が決まっただけではなく、4月29日までに、資金ショ回避のメドが立たなければ、B にライセンスも交付されず、B3 へ2段階降格する、可能性も取り沙汰されることとなった。社長の神田康則は、 記者会見で既存株式の売却により資金調達をする考えを表明したが、負債を抱えた状態で B さんが受け入れてくれるかもわからないと大会の可能性にも言及している。4月30日に資金繰りにメドが立ったため B にライセンスが交付された。9月になって神田は辞任し、新体制に刷新された。シーズン終了後多くの主力、特に福岡に、 ゆかりのある選手が離れ、運命面の様々な失敗が目立ったシーズンだった。2019から20シーズン遊戯神の巣が、新ヘッドコーチに就任。B2 に降格した、このシーズンも開幕から7連敗を喫して低迷。12月に2度目の7連敗を喫した後、2020年1月14日に、神の巣が解任され、ジョゼップ・クラロス・カナルスが、ヘッドコーチに就任した。 コロナ禍でシーズン打ち切りとなるまでの成績は12勝35敗で西地区再開となった。2020から21シーズン RZ と契約を更新せずにシーズンでその役割を得ることとなった。全シーズンに引き続き、クラロスがヘッドコーチを務める。福岡レッドファルコンズライジング、福岡ゲーム沢打ちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。 ライジングゼファー福岡ライジングゼファー福岡ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している通算最多試合出場マイケル・パーカー1試合最多得点マイケル・パーカー1試合最多リバウンドマイケル・パーカー1試合最多アシストマイケル・ガーデナー得点失点関連記録最多得点最多失点112得点112得,得点太字はプレイオフ試合数 最多観客動員試合3784人、最小観客動員試合398人2007年9月11日12日に、アクシオン福岡にて、当時日本バスケットボールリーグに加盟する OSG フェニックスとの JBLBJ リーグ初の交流戦が行われる予定であったが、OSG フェニックス側の諸事情との理由で中止となり、2007年8月31日、 公式サイトで発表された。BJ リーグ及びライジング福岡の公式サイトでは、開催概要などが掲載されていたが、JBL の公式サイトではこれらの記事に一切触れられておらず、中止に至ったのも JBL がジャバ参加外のチームとの対戦に難色を示したためと言われている。なお、BJ リーグ所属チームとジャバ参加チームの交流戦としては、 2006年シーズン前に上市、祭り前夜祭りとして、BJ リーグ参戦直前の富山グラウジーズが、日本リーグ加盟の石川ブルースパークスと対戦した実績がある。2008から09シーズンにおいて、ライジング福岡は公式戦のうち、6試合が、当時間スポンサーであった、福原学園グループ属する九州共立大学の体育館で開催された。 アメリカのプロスポーツや、黎明期の日本プロ野球でも、学校の敷地内で公式戦が行われ、同大学でもプロボクシング工業が開かれた経験があるが、BJ リーグとしては初めてとなる。2011年、球団創設以来より活躍を続け、同年限りでプロ引退となった、河面剛がつけていた背番号11を永久欠番とすることを発表した。BJ リーグにおける、 A 級決番は史上初であったが2013年に加入した青木が背番号11をつけることになり A 級決番は解除となった福岡プロバスケットボールクラブに関するカテゴリーありがとうございます